まあ、デチャ編集部イケチです。同じくデチャ編集部のチリリトです。プンプン、危ない、まだ、まだ来ない、まだ彼は来ないみたいです。もうほぼ来てましたけどもね。満足。いや、もうほぼ来てましたけど。さあ、というわけでチリさん、今日は何曜日、せーの、マンデー。はい、ということでやってまいりました。今回も時短スタートということで、台の前から始めさせていただいております。で、まあ前回見てない方のために言っておきますと、今回はまあ、まあもうこの島にしようと決めてますんで、もう決まってますんで、はい、ギュッとやつ、でちりちゃんに台任せるよって言って選んだ台がこちら、オーミフォーブラック、まあ、これもギュッて詰めれば一気にドーンってやつだから、塊で強いんで、さすが言った通りの台持ってきましたよ。本日もマシマシしていきましょうよ、だから1000円で当てるもん以外では初めて打つんで。そうですかね、はい、わかりました。さあ、というわけでこの後実践スタートでございますが、打ちながら島のことを話していくと、はい、よろしいでしょうか。お願いいたします。というわけで実践スタートですよ。はい、それではいきますよ、はい、実践スタート。ちなみになんですけど、はい、次のお取り寄せする島候補のヒントに挙げていいですか。島の食材のヒントですか。島のヒントです。島のヒント、はい、南の島。いや、来た、とうとう。あったかいとこ行こうよと思ってさ、南の島って九州ぐらいまでしかまでやってないですもんね。そう、もっと南、もっと南行きましたか。もっと南、全部離島だから。ただ食材に関しては当てれないと思います。ちなみになんです、はい、います。それはね、答えみたいなもんです。いるやん。それはもう答えですね。いるやん。もう今はまずそこまでしか言えない。どちらかといったら揃って嬉しい図柄ですね。あ、もう図柄にいるんだ。もう少ないっすよ。今更なんですけども、今日打った、まあ、僕黒海砲って呼んでますけど、はい、オーミフォーブラック、こちらのスペックの方も一応言います。そうですね、画面に一応出しますけども、はい、ライトミドル、はい、でちょっと特殊なスペックというか、出玉増加の肝がいかにこう電柱で当てるかっていうね。右打ち中に、はい、右打ち中じゃないですか。へそと電柱でだいぶ当たりの振り分けが違くて、でへそだ と1対1で7ラウンドの通常と7ラウンドの各辺に分かれてます、はい、で右打ちになるとそこで16ラウンドが出てきます。はいはいはい、4ラウンド、16 7ラウンド16ラウンドです。はい、でも16ラウンドがライトミドルの20後半パーセントぐらいある。強いですよね、うん、そこがだから初当たりを何個引いても7ラウンドしかもらえないんですけど、はい、電サポ中に時短でも学園中でも電サポ中に当てれば、電柱で当てればまあもう16ラウンド引いて出玉がバンバン増えるっていう、だどんだけ集めて固めて引けるかっていう勝負の台ですね。いかに固められるか、はい、だから時短を制すもの海を制すっていうのはこのブラックにもすげえ当てはまります。だ短時間でガンってやるんだったらライトミドルのに下手したら2万発まで狙いたいですからね。狙いましょうよ今日。だから根強いファンは多いですよ。ちなみにウリンチャージも超重要です。なぜかってこれ電サポですからね。電柱あたりになるんで、これもう16ラウンドいきなり飛び込みますから。いきなりの。はい、もうここだったら20何パー、27パー、27パー。クジラッキー。クロクジラッキー出るんで。クジラか今回の。ああ。捕鯨しちゃうの。本当になんかもうこの段階で言っちゃいます。もう答えちゃいました、もしかしたら。もうこれ以上言わない、もう商品届くまで。クジラベーコンだ。だから絶対そうだ、だからマシマシになると大変だよ、もう。15、あー15もダメねえの。ダメでしょ。進む方の新品の物語で、はい、我らがアイドル、はい、レチャウのが誇るアイドル、はい、こう言ってマカロンさんが15やってくれました。あれアイドルだ、やってみましたよ。電職が思いっきりおっぱい掴んでました。証拠写真出したいですね。こちらです。マカロンもその撮影した時あっと思ったらしい。こいつあって、あっわしづかみだって。ちいちゃん、俺ちょっとね、はい、予想してることがあるんですけど、はいはい、今日これをやって収録してるお店がファン感謝デーじゃないですか、はい、これ一発逆転ミッションに何インチテレビってあるんじゃないですか。ある意味本当の一発逆転です。
ダイソン。ファン感謝デーでダイソン引く。嬉しいな。あ、すいません、ここで第1回目の、いいですか、ゆうちゃん、はい、ハズレ以外だったらもうクリアです。じゃあ僕1枚、はい、ありがとうございます。じゃあ僕もいいですか、カメラ映せるかな。じゃあこれ、はい、じゃあ一気にいく、はい、せーの、はい、ドン。おー、当たった。ヤクルト、やった、野菜ジュース当たりました。いいな。僕は、残念と。これ一発逆転ミッションじゃないですか。これはダメらしいです。とりあえず、本日1回目の。しーちゃん野菜ジュースあんま好きじゃないからよかったね。野菜ジュース大好き。あ、本当に、はい、200円しっかり取るじゃん。でもほら、あの当たったものって縁起物っていうのもついてる付加価値があってのですからね。やっぱりこのね、パチンコパチスロって人ってそういう験担ぎって大事だと思うんですよ。250円、高くなってるやん。解説がついた。これ元ちゃんだったら買ってくれんだよな。何それ、買う買う買った。モスさんだけいい人みたいな。あ、おめっちゃ止まってるなと思ったら222止まってる。あのサンズ柄に発展しました。投資が4本、今日も早い、素晴らしい守備離島。さあ、しかもサンズ柄ですよ。どんだけ固められるか。そう、ここ20回転でしたっけ、最初のこのブラックパール。だから金富士の金富士丼と一緒だよね。はい、よい、お、いけば濃厚です。さあ、ということでブラックパールゾーンでは当てられず、ここから、まあ、あの裏黄色いときは内部的には各辺 SP ですね。嵐、あ、あそこ行った、晴れ、晴れるとこまで、ワンチャンある。あ、ノーマル、これでこれ OK でしょ。はい、ありがとうございます。来ます来ます、はい、うおー、さあ127、しかも7やん。あとなんか俺両耳したけどコメントしたかもしれない、今コメントボイスしたかもしれない。投資が 5.5。さあ、ということで、SP では当てられず。うわー、ちいちゃん、いや、まあまあまあ、まだこっから50回転さあ、行きましょう。まあ、ブラックパールゾーンはこの変動値の特殊変動をして、で、チャンス目止まって図柄でかくなる、あ、後ろのパールがでかくなる、これがまずスタートの。ブラックポーチが出れば、まあ全部チャンスでもそこそこあってですよ。ブラックだったらかなり 50% があったじゃないですか。さっきチーさんが言ってたこのテンパイアウルじゃない方のこの止まった変動終了後にこう貝殻が集まるやつね。あれ集まったらもう大当たり濃厚ですけど、あれも貝殻が3個5個7個ってあって、3個5が普通でそんな熱くないけど、3と7はかなり熱いですよ。期待できちゃうぐらい。ブラックめちゃ詳しい、好きだもん、素晴らしい。いや、 ST 当ててお願いします。ちょっと僕の方はもう今回は残念で固めなきゃいけないって言ってるのにね。さあ、ということで、私の方は、大当たり1回で終わってしまいましたが、私も ST は抜けてしまいました。あ、メッシーで、あれ、晴れ来たよ、いいじゃん、大丈夫です大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、54回転これでいいんです、電柱で当てれるかどうか。うまっ。はい、マズガロですけども、さあ、ここなんですよ、扉の命、注目。あー、どうか、でまだある、じゃない、あーはー、まあ7ラウンドです。54回転、まあ、当てれたことが大事ですからね。
お嬢ありがとうございます。まあ、あと結構演出で実は16ラウンドだったですよみたいなのもちょこちょこあるんで、まあ、セグは見ない方が楽しいかもしれないです。なるほど。セグ見る派の方はあの一番下の段の一番右のランプがついてなかったらもう16ラウンドなんで、一番右だけ見るだけです。一番右がついてなかったらもう16です。ね、今日ももう2つで終われそうじゃないですか。今日なんか晴れまくりなんだけど、俺予告。ああ、いいね。うん。機嫌水みたいなもんやな。ありがとうございます。そんな晴れてます？晴れが似合う男。昨日飲みすぎて顔は晴れてますけど。あとこのさ、ビッグアタッカーさ、やっぱオーバーリーシュ多くていいね。あ、出てきましたよ、ほら。で、プッチで文字。チャンスだけでも30パーぐらいあったはずです。正確なの出しておきます。これだけでも十分厚いです。ワンチャンあります。はい、ほらね。おー、すげえ。はい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 、5回転。すげえ。絶好調や。これができるかどうかなんですよね。ずっと力が3で。さあ、ここなんですよ。攻めて銀以上。あー。イエ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 イ。ほー、7ラウンド。まあ、一番上が7ラウンドなんで、4ラウンドを引かないようにコツコツ積み重ねていって16ラウンドをたまに入れる、サブ1ぐらいで、予部1以上は欲しい。だから順調ではありますね。いや、もうかなり順調です。どんどん積み入れていきましょう。やっぱりね、1回この当てた後は16、1回取って終わりたい。どんだけ連中させるかよりも気持ちとしてはやっぱりこの振り分けでね、あの前サポ中は電柱だと27%16 ラウンドあるんで、あれを1回当てることがある。お、これ5だから、そんなない、30何パーって使える。あ、来た来た、おい早っ。15回転。うみゃうみゃ、もう集まった時点で、OK なんで。うみゃ、はい、5つから。さあ、ここですよ、ここ。タラが飛び乗れるわ。あるんじゃないですか。ならないですね。さあ、追加投手。シャミ。お、来た。うまいです。70パーだったかな。行きましょう。はい、あたす。素晴らしい。ということで、まあ4ではございますけども、0.5 本の追加で最小限に抑えましたね。最小限、これで、そうそうそう、続けないからね。まあ、これ今のちいちゃん上手なんですけど、初めに言ってこれがダメなパターンというか、電柱で当てれないとやれないとね。初当たり引いても2つ、もっともっとすれば、あ、3ついた、 OK。 で、嵐ワンチャンあるやつです。あー、あれだ、もう大丈夫だと思います。 SP 中です。あ、うまいな。さあ、42回転連打でもこれなら大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、うわー、すごい。42回転綺麗ですね、当たりが分かりやすいやつ。4発目、ここもらわなきゃダメよ、27パーだから。イエーイ、全部7ラウンドかな。まあ、4がないだけありにしてくださいね。そうね、はい、まあ、ていうか当ててるだけ、はい、スバラ。あ、亀来た。これは話していいと思います。反対で十分に期待できるんです。ドン、あ、見れただけいいと思います。はい、あら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 、いや、すごいな、もう5回目、うん、5回目、すげえ。全部7ラウンド。全部7ラウンド。あ、音が違う。はい、ブラック来たー、来た、16。お上手、ついに来ましたよ。
さあ釣りきました。わあうまいな、ブラックうま。俺なんか好きなんだってマジで。さあ持ち玉も5000発超えましたよ、ちりちゃん。すごい、これは素晴らしいな。こういうの一回経験しちゃうとブラック大好きになっちゃうんですよ。でこれが僕が今当てた当たりが全部重力に偏ってるともう万発超えてるんですよ。そこなのよ本当に。で初当たり199なんですよ。ここがブラックの良さ。やれる人にとってはもう中身が緑に変わるから、あ来た、はいチャンス、これも待ちましょう。もう手を離した、いや回しましょう。さあラスト、チャンスタイムが当てられる。ラスト1回でーきっちり保留貯めましょうね最後まで。はいはいはい、はい、さあというわけで終わりましたが、6回継続の5000発オーバーということで、すげえ、一発目の旗手にしてはもう十二分じゃないでしょうか。ブラック、これぞブラック、これぞブラックということで続けていきましょう。このマシュパチマンデーの実践めちゃくちゃ勝率高くない？そうですね、1回だけですからね、食べれてないのマシュパチできたんですけど、第2回でかなんかで出せなかった、出せなかったのが1回で、サマイでも2回ぐらいじゃないですか。マイナスマイナスなのかね、やっぱ海に対しての扱い、そして僕たちの引き、そう海への愛、見てくださってる人の声援、全てが絡まれば負けることはないんです。そういうことなんですね、はい、ちょっとエンディングでさ今までの実践の一覧出してみようかな。今回で何回やりました、ちなみにトータルサダマと、今がこれが10何回、16回とかなのかな、8回目かな。よしよし、全部で投資が 8.5 本、246だったかな、はい、こっから僕が一旦ね、ブラックの魅力お願いいたします、お伝えしてください皆様に。偶数図柄からでも1回当てちゃえばのパターンね、はいはい、あーちょっとリーチすら、いやこれラジオ失敗やったかな。もう一個、もうまだ一個、まだ1個15以上がいいのかな。おお来た、おおクリスタル曲、あ来た、すごい見れたね、震えてる、見れたね。さあということで、過ぎて102回転、あ終わったのってこ、終わって抜け後の16ラウンド、抜け後の電柱で、すごいね、すごいね、かっこいい、かっこいい、つないだね、ギリギリつなぎました、ギリギリです。これ伸びるやつよ、ちりちゃん。いやマジっすか、伸びるやつよ、ちりちゃん。増していきましょう、全曲ゲット、はいはいはい。さあということで、スーパーチャンス、さあ伸ばしましょう。ここですよ、僕の今日は。僕は半分なくなりました。早っ。じゃあ、ブラック熱い、ブラック熱い、はい、ブラックは熱いよ。燃えてますもんね、メラメラしてます。はいはいはい、さあ、見たらの早いよ、いいね、
扉が、いや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 、これだな、じいちゃんチャンス、おお、マジかよ、おお、マジかよ、マジで、さあ乗ってきたね、乗ってきましたね、なかなか49分の1のホリデーないっすよ、4回転で、あーチャンス、ここかこれ、チャンスでも30後半ぐらい、あっ、30ぐらい、これは行くんじゃないですかね、金の扉出てくるんじゃないですか、はい、やったー、さよなら、嬉しい嬉しい、ありがとうございます、いいですね、ほんとブラックのいいとこよそれ、いや面白くなったね、大変大変、さあということで、16ラウンド終わりまして、すごいもう4先発いい感じに、僕もこれ5000いっちゃう、5000いっちゃうんですよ、16、2つ一発じゃでかいね、でかい、だって7ラウンド4回ですからね、そういうことです、今お時間の方どうですか、ただいまちょうどですね、本当に2時間が経過、残りなんで1時間41分、はい、着々と出玉を減らして今1800発まで来ましたプラスはプラス、プラスでございます、5.5 半なので、だからこのままちょっとへこんでいって多少のマイナスで残り1時間後半戦を迎えて、そこで S 1中の朝力を重ねて、まあ、プラスいくと、こんな多いですね、そういう3段目どうしよう、さあということで終了でございます、十分じゃないですか、16ラウンドが2回取れたのが、そんな中私はこれでマイナス1つ目です、あー1つ目チャンスだ、うわー、しれっと、よーし、今日初のビッグマイブから魚群、はい、今日魚群も一発目です、うわ404、持ちコイン、持ち玉ギリギリ、よし、いやいいね、さあ3時からでございます、ありがとうございます、7ラウンド、キリちゃんが終わったら僕ですから、ちょうどいい感じですね、あ確かに怒涛の、はい、これで僕もプラスいきますからね、まずこの7ラウンドで、また先ほどのようなね、はい、はいはいはい、僕は続いた分全部プラスになりますから、さあ行きましょう、任せてください、行きましょう行きましょう、イカ美味しかったですね、でも前回ね、でも言いましょう、文句はちゃんと、なあ伝説のイカどうなったんですか伝説どうなったんですかスタッフ、困りますね、ちょっと生きてないどころか、剥がされてましたね、ああでもそうなんだ、あの別にタイミング注文するとか遅れたっていうよりも、その仕入れがないと出せないんだって、あのしょうがなかったですか、しょうがなかったっていいですね、しょうがなかったと、よっしゃー、あーし、90回で目は燃えてない、あ、ごめんね、はい、よかった、間に合った、危ねっぺ、はい、よし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 、ここ大事でしたね、時短パート89かからの、まあ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 、4ラウンド2回ですね、4ラウンド0ですね、7と16だけですね、セーフ、うわちょっと諦めたわ、よかったよかった、駆け抜けるのともう一発もらうの全然気持ち的に違うもんね、全然違う、しかももう回復するこの感じ ね時短からのだからね、しかも、
いや助かった、いい台、いい台ですね、よくできてる、蘇れるもんね、そっから不死鳥のように、そうなんですよ、抜けました。でも多分そろそろちょうど1時間残りになるんで、まあいい、ちょっと一発逆転と、はい、今日はちょっと一応そこの引きも取ってきたいですね、で時間の方が残すところ約1時間になってきました、そうですね、1時間ちょいなんで、もうまあまあまあここら辺のタイミングって感じ、サバまでいったらもう一進一退ですね、一進一退、はい、このまま後半ラスト1時間、そうですね、どうなるのか、そして一発逆転でしたがどうなのかということで、はい、残り1時間だったらこの後中締め取らせていただきたいと思います、マシパチ次回発表、イエ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 イ、今回一進一退の攻防ですよ、いいね、こういうのもたまにはギリギリじゃないですか現在、ひりつくひりつく、僕の方がちょいプラぐらい、もう数百玉、そしてなんと僕の方はちょいプラぐらいです、2人ともちょいプラで残り1時間、はい、この後の展開次第では当てなきゃ負けっすよ、負けです、うん、お互い1回ずつ当てりゃってとこじゃないですか、そうですね、はい、で当ててちょっと伸びればもちろん出玉でプラスになりますけども、まあでも時間が来るまでに安心したいなら、はいください、はい、お願いいたしますと、6枚ぐらい、あ、おい、気合が、気合の赤をね、じゃあ早速私の方から、はい、さあそして私なんか1枚で薄そうなのでお願いします、よろしいでしょうか、せーの、せーの、はい、ドン、こちら私、はい、読めましたでしょうか、サイコロチャンス第1弾、はい、僕のドラム海物語、ドラム巻物出たー出たー、これドラム海専用なんですかね、あれも巻物ですね、前回もあった、あれ U タイムありますよ、これ下手したら U タイム7はやめてください、同じやつですか、同じやつ、7は避けましょう、7は避けましょう、はい、じゃあ俺先行きます、いつものやつ、はい、フグですね、フグださん、さあ、まあ僕の方はこれはまあ全然さすが今日本命こっちですから全部開いちゃダメですよ、はい、ここからさ、はい、で7は前回選んだ、そうです、7はもう U タイムだけど一番避けなきゃいけないやつ、じゃあ、やっぱりもう1回は1で行こう、もう1上からね、いきますよ、はい、スタート、マリンブルーやっと出会えたさまで、逆でプレプレミアリーチャチャッチャッチャチャッチャッ、はい、ということで逆転プレミアムリーチ、逆回転プレミアムリーチ、詳細としてはソイヤ予告のステップアップ3以降またはリーチ成立時の発展、はい、最大ラウンド終わった時のオープン、はい、まあミッションでクリアするのか定までクリアするのか分かりませんが、必ずまた皆様にマシマシの映像をお届けしたいと思います、来週の月曜日もお楽しみに、スーパーラッキー